5番乗り場、列車が入ります。危険ですから、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。黄色い点の点字ブロックに入れてくださいお願いいたします。お客様にご案内いたします。11月2日1番乗り場の点字ブロックの内側に31日、高松線本線から運休期間において線路の保守工事を実施いたします。これに伴い工事時間帯の電車が運休となります。なお、多く間の対向バス等は実施いたしませんので、大変恐れ入りますが、他の交通機関をご利用ください。36+3でございます。この列車は当駅からご乗車になれませんのでご注意ください。ただいま5番乗り場の停車中の列車は36+3でございます。当駅からはご乗車になれません、ご注意ください。この列車約5分間停車いたします。お困りの方をお見かけになりましたら、お声掛けとお手伝いをお願いいたします。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。ご乗車の際、